で取れたタッグチームでした。お、何かマイクを。ちょっと何でそんな立ってられるの。ちょっと、はい、美意識軍に、勝ったよ、勝ったよね、伊藤が取りました。伊藤、お前、な、これを言わして、伊藤、お前、本当に最高やね、本当。おい、知ってるよ。はい、この最高な伊藤とてめえは何がしたいんだ、言ってみろ。あれ、次確かトーナメント、タッグトーナメント始まるんじゃないの。伊藤、お前は誰と組みたいの。特にいねえよ。もう絶対に相手に好きって言わせたいタイプですね。本当ですね。ツンデレさんだって。何の拍手はよ。なんだ。何の拍手だお前。どうやらこういうことらしい。どうする。やるか。いやだから私はやる気なのよ。それで聞いてんのよ、それで。え、改めて聞くよ。伊藤、お前は誰と。お前の組でねえよ、バーカ。よっしゃー。あー、トーナメント、伊藤たちが優勝するぞ。俺曲。いや、よかった、よかった。よかったんですかね。まあ、とにかく、はい、この2人で次行われるあのめっちゃトーナメント、はい、はい、エントリーということでよろしいでしょうか。そうですね、まだ発表されていませんので、このチームがいち早く7